はい、こんにちは、レゴ社長です。モンキンキッドの公式の予告が出ました。そしてこの予告を見て僕は思いました。これ面白いな。忍者号ぐらいヒットするんじゃないのかなと思いました。だからちょっとね、慌ててちょっとブログを書いて、モンキンキッドの新商品を8個まとめてみました。あの動画で見づらいっていう方は、よかったら概要欄のブログからもご覧ください。ではちょっと本編に入りますね。はい、まず一つ目こちらですね。259ピースで34ドル。まあ日本円にしてまあ4000円から4500円。まあちょっとパッと見た感じ、この商品に関してちょっと高いかなっていう感じですね。まあこれで4000円だとちょっと魅力はないかな。ただこのバイクね、ほらめちゃめちゃかっこいいんですよ。まあカラーリングが忍者号のウルトラドラゴン風ですよね。うん、物はすごくいいんだけどちょっと値段が残念かな。はい、続いてこちら80007、430ピースで49ドル、だから大体なんですけど6000円から7000円ぐらいでしょうか。この2つ目の商品を見て思ったことは、やっぱピース単価はちょっと高いですね。まあ忍者号ほどコスパがいいっていう感じはしません。ただこれ見た感じ430ピースの割にはすごい体積があるので、まあ、ボリューム感はあるっていう感じですね。で、敵のミニフィグも見た感じすごく個性的でかっこいいっていうのと、あとこちらの商品なんですけど、はい、まあ、ジャイアントフィグと主人公らしきものが付属してるんですよね。まあ、だから結構これはこれでいいのかなっていうふうには思いますね。はい、続いて80008、529ピースで59ユーロ、お値段日本円にするとまあ7000円から8500円ぐらいでしょうか。ちょっとやっぱりピース単価が高いっていう感じでお得感がないので、どれもちょっと微妙かな。やっぱりお金の問題になってきますよね。そして物を見ていくと、はい、こんな感じですね。まあこちらに関してはもうスターウォーズ風ですよね。まあスターウォーズでこんな機体出てきてもいいかなっていうぐらいですね。物はすごくかっこいい。そしてまあバイクと分離するみたいですね。ギミック、まあ、合体したり分離したりするので、物自体はやっぱりすごく面白いですよね。はい、そしてみんな大好きミニフィグの背負い物、まあ、かっこいいですよね。はい、背負い物はみんな大好き。はい、次バイクですね。まあ、バイクも忍者号風でかっこいいですよね。じゃあ次は子供の意見も聞いてみましょうか。80009、832ピースで69ユーロ。申し訳ございません、ちょっとこちら値段間違ってるかもしれないですね。832ピースで69ドルってめちゃめちゃ破格値なので、申し訳ございません、ちょっと概要欄に書いておきます。で、ちょっと子供に意見聞いてみましょうか。これどう、かっこいい、欲しい、敵みたいな敵、バイク、みたいですね。はい、でこちらね、見て思ったのはデザインはめちゃくちゃいいですよね。かっこかわいい風で、豚もすごくいい感じだし、まあ、これレゴシティ系でもこんなものあったら売れそうですよね。物はすごくいい。はい、続いて80010、1051ピースで89ユーロ。まあ日本円にするとまあ12,000円、1万円超えてくるとねちょっと厳しいかな。ただ1000ピース超えてますので、夏に発売する新商品の忍者号コールとカイのデュアルロボありますよね。まあ、あちらとすごくサイズ感が近くてシナジー性が高いので、忍者号とはすごく合う商品かなと思いますね。でこちらちょっと子供に聞いてみますね。忍者号のロボと、うん、このロボどっちがかっこいい？こっちこれかっこいい、うん、じゃあパパ仕事頑張るな、ローソンでバイト頑張るわな。はい、続いて80011、1111ピースで120ドル。まあ日本円にすると2万円手前って感じですよね。まあこの価格帯だとちょっと高級商品っていう感じになるので、僕のチャンネルではごめんなさい、これご紹介する可能性は限りなくゼロに近いですね。まあこれ2万円で買うんだったら、ぶっちゃけ2万6000円で赤ひげの船とか、まあ8月に発売する AT-AT、 9月に発売するマンダロリアシップを買いますね。ちょっとこれね、新シリーズの割には結構強気な価格帯ですね。ただ物はやっぱりかっこいいですよね。やっぱ高いだけあってかっこいい。はい、1629ピース150ドルのロボット、まあ2万円超えてきますよね。ここまででかいロボは僕持ってませんね。これはすごい、夏に発売する忍者号のロボの 1.6 倍のボリュームがあるっていうことになりますよね。理屈上ではコールとガイのデュアルロボの 1.6 倍のボリュームです。もう置き場所なんて本当にないっていうぐらいでかいと思いますね。圧倒的にでかすぎる商品。まあけどかっこいいですよね。これ忍者号とこのロボどっちがかっこいい？このロボこれ2万円超えてるんだよ。はい、そして次こちらですね、1959ピース、まあ2万ピースで170ドルで、お値段やっぱり2万5000円超えてくるんじゃないですか。このモンキーキットって子供向けではなくて大人向けの商品かなっていうふうに思いますね。
こんな2万5000円超えてくる商品、子供に買ってあげれますか？カメラの前のお母さん、お父さん、これ子供に買ってあげれますか？まあだから、金持ちが趣味で買うっていう商品ですね。うん。まあだから一部の富裕層の方には、まあすごく人気なのかもしれない。そしてね、やっぱ高いっていうだけあってね、すごくいいですね。ほら、船がパッカーンって割れてね、中も遊びやすいんですよ、これ。だから本当によく作り込まれてますね。ただ高いだけではなくて、過去の高級商品と、まあ被らないデザイン、被らない遊び要素になってるので、物はすごくいい。まあ、これはすごく子供も大人も喜ぶし、まあ、これ一つあれば一応家族みんなで遊べるので、まあ、これはこれでいいのかなっていうふうに思いますね。ただやっぱりちょっとね、高い。はい、そして今回8個紹介させていただきましたけど、僕が思ったことは、現時点ではちょっと高いので魅力がない。商品には文句はつけようはないんですよ。商品自体はどれもデザインもいいし、かっこいいんだけど、あとやっぱお金の問題ですよね。これ、忍者号とこっちどっちが好きかみんな教えてね。僕は忍者号とこれと、スターウォーズどれが一番好き？スターウォーズ。スターウォーズ。2番目は？これ。これ。ああ、子供は好きみたいです。もし今回の動画が面白かったと思っているんでしたら高評価の方をお願いします。その他にもこのチャンネルではレゴを楽しむ動画だったりできるだけ分かりやすく配信してますので、今後もそういった動画を見逃したくない方はチャンネル登録もよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。